私たちは科学技術とどのように付き合っていくのか。この思考・対話を促進する日本科学未来館のキーパーソンが科学コミュニケーターです。なんか新しい科学技術が出てきた、それをこう分かりやすく噛み砕いて紹介するってことももちろんやりますし、でもそれだけじゃない、そこは本当にベースの部分で、そこからさらにじゃあこれってどう思いますっていうのをまあお聞きして、それを例えば研究者の方にフィードバックする。科学技術をテーマにした展示の企画開発や研究者と一般の人々が語り合うイベントの開催も科学コミュニケーターの大事な役割の一つです。ビジョナリーキャンプという展示も作ったんですけれども、その日初めて会った人たちが、まあ、同じビジョンでこう集まったけれども、なかなか自分の意見が言い出せなかったり、まとめていくのになかなか難しくなっているようなところを、科学コミュニケーターだったり私のようなスタッフがですね、入ってファシリテーションしていって、やっぱり一人で考えていてもなかなかねつながらないんですよね。いろんな生活者立場の違う人たちと、一緒になって議論するということで、その分からなかった問題が、自分の問題として、考えられるようになると。日本科学未来館ではこれまでさまざまなプロジェクトを通して研究者と社会をつなぐ対話の場を創造してきました。研究者にとって科学コミュニケーターとはどのような存在なのでしょうか。僕らは未来館の良さっていうのは、来館者の方と触れ合いながらいろんな試行錯誤ができる場所、そこは多分ちょっと違う視点を持ってるってことが大事で、どういうふうに未来館に来てる人たちに未来が伝わるかという視点から、一緒にこう伴走してくれるパートナーかな。自分たちが論文とか研究の中でやっていることを実際にその市民の人たちに見せて考えていただけるような、そういう素材や場を作っていただけるっていうのは本当に心強いというふうに思ってます。価値観が時に対立し合ったり、葛藤を抱えるような科学技術について本当に誰も取り残さないように、それから否定される人が出てこないようにっていうことをチーム一丸となって配慮してくださって、そのこう思い、熱い思いにちょっと打たれて、一緒に作業させていただいたっていう記憶があります。研究者と社会をつなぐ科学コミュニケーター、科学の未来、地球の未来のために科学コミュニケーターが担う役割はこれからも変化していきます。この今の社会が求めていることが本当に人間として大事なことなんだろう。これから先、次の世代の子どもたちが育っていく社会として、この社会を渡すのが本当にいいことなんだと、そこまで戻って考える役割が本当はある。科学コミュニケーターの仕事って本当に双方向性で、例えば何かについて賛成の方、反対の方、この両方を見て何かここでこう橋渡しができるこう接点がないか、それを探す。あらゆる人々が、自分の心の中に持っている科学するっていう心があると思うんですね。自分たちでどのような未来を作っていくのかということを自分たちで決めていくと、そのための対話を皆さんと一緒にやると。